しいバルセロナおい、お前欲しいからクラブと契約延長すんなよ。バルセロナは RB ライプチヒ MF ダニオルモーフリーで獲得しようとも目論んでいるようだ。スペインムンドでポルティボが報じている。ジャビ監督らはカタールに住むあるスペイン人選手の家でダニオルモと話し合い、ダブルハイでのプレーが素晴らしかったこと、自分たちが彼の帰還を歓迎していること、契約を結ぶ用意があることを伝えたとされる。そしてクラブが財政的に困窮していることもきっちり説明して、 RB ライプチヒと2024年まで結ぶ契約を延長しないようにも求めたとのことだ。つまりバルセロナは2024年夏 RB ライプチヒとの契約が切れたディオルモをフリーで獲得する考えとみられる。何してももう驚かないバルセロナ君。デンベレの時もいろいろあったな。オルモがカンゼラ自身ってことを利用しすぎやろ。はしご外されて終わるやつやん。コンデやっぱリーダーはデミしてるんやろ。クマタは普段はそうでもないらしいが、気強いのが良いわ。チームメイトがやられたら切れたり、 PK で決めた後相手の GK にガン飛ばしたり。それを高額で売って赤字補填ですか。これがバルサ式経営術や。オガメアンタダで手に入れて1年後30億円で転売、そしてまたタダで手に入れようとしててさ。竹はマドリーに買われてよかったな。